アフィリエイトのところはなかなかうまくいかなくて、俺は誰かに習いたいなと思いつつ、小学の読み物コンテンツみたいなのを買って勉強したりとか、おかげさまで8月から最初の講義をスタートするんですけれども、月商7桁をクリアしてまして、これからストレッチして大きくしていきたいなと野望を持ってます。今回は会社を独立しゼロから約4ヶ月で月7桁を達成した受講生の井出さんと一緒に LINE と Instagram の成功事例についてお伺いしていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。アチーブユアゴールの井出拓郎と申します。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。今のご活動内容を教えていただけますでしょうか。私はもともとセールスで20年間やってきたんですね。そのセールスと MBA のメソッドと SNS 集客、この3つと掛け合わせて起業されたい方のサポートをしています。20年間セールスをされてきたということで、ある会社でトップセールスで、セールスに関してはもうプロ中のプロというということで、このメソッドと集客を合わせて個人起業家さんがメインに指導されているという感じですかね。そうですね、個人起業家さんですとか、これから起業されようとされている方もいらっしゃいますし、ビジネスとしてはアーリーステージの方にいらっしゃる方が多い、そんな印象を受けています。では入学の決め手ですね、あれば教えていただけますでしょうか。最初に北野さんと軽いディスカッションさせてもらって、それで北野さんをお人柄を知ったんですね。お若いのしっかりしてるなというのが最初の印象です。その次に講義の内容を見てみて、北野さんの SNS 集客のメソッドが部品に分解できるような形で分かりやすく作られていて、これだったら自分も部品の部分欲しいところを取り入れて自分のビジネスの中に組み込んでいけるなと思いました。それがきっかけですね。人柄と内容がすごく分かりやすかったのがその理由です。入学前の状況とかも聞いていきたいと思うんですけども、入学前の状況どんな感じでした？入学前はセールスの仕事をしたのでものすごく忙しかったんですね。部下もいましたし、部下の教育なんかも楽しんでやってたんですけども、合間の時間を見てブログを書いたり、インスタグラムのアカウントを運用したり、アフィリエイトで少しお金を作ろうとしました。特にアフィリエイトのところはなかなかうまくいかなくて、俺は誰かに習いたいなと思いつつ、小学の読み物コンテンツみたいなのを買って勉強したりとか。そこから入学後の変化ってところも教えていただけますでしょうか。部品化すごくされているいろんな仕組みがあって、例えばインスタライブはこうしたらいいよ、例えば SNS 集客はこうしたらいいよ、投稿の評価ってこうしたらいいよっていうことがすごく明示されてたんですね。なのでそれを一つ一つ実行していくことで、すぐにインスタグラムのフォロワーが増えたりであるとか、見てくださってる方のアクションがリアルタイムに感じれたりという変化がすぐに起こりました。売上面的にも月間でいうとどれぐらい？おかげさまで8月から最初の講義をスタートするんですけれども、月商7桁をクリアしてまして、これからもう少しストレッチして大きくしていきたいなと野望を持ってます。実は4ヶ月前までは会社員だった状態から4ヶ月後に月7桁ね達成していて、今もう会社も独立をされているということで、めちゃめちゃ早いなと思うわけなんですけども、僕の YouTube 見てくださってる方も会社員の方もね一部いらっしゃると思うんですけども、自分もこうなれるんじゃないかっていう、井出さんが会社員の状態から4ヶ月で月7桁達成できた具体的な LINE と SNS を使った秘訣とかテクニック、ノウハウについてもね今日お伺いしていきたいと思うんですが、インスタから聞いていきたいと思うんですけども、今こちらに井出さんの画面を共有しているんですが、インスタグラムで井出さん意識しているポイントとかあれば教えていただけますでしょうか。普段から誰に届けたいのかということを強く意識しています。要はペルソナっていう話なんですけれども、ペルソナの方がこの投稿を見ていいなと思ってくださるとか、共感を持ってくださるとか、もしくは何か意見を持ってくださるとか、具体的なアクションにつながるような少し強めのメッセージをするようにしています。実際コンセプトとかも、あなただから買いたいを引き出す SNS 集客の先生っていうコンセプトで発信しても、何の専門家なのか、そしてフォローすることで得られるメリット、そしてセールスの専門家ですよっていうポジションをしっかりと確立しながら、日々の投稿ではお客様が求めているような内容をしっかり届けていくと。リールとフィードのバランスで言うとどんな感じですかね。だいたいリールが2割でフィードが1割という形にしてます。最近これやると面白いなと自分で感じているのは、フィードで少し難しめの投稿をして、リールで2回説明をする、でフィードでまた新しいことを投稿してリールで説明するみたいなことを自分でも試してみて、これは見てくださってる方にというより、自分がやってて楽しいなと思ってて、自分も楽しみを持ってやれるような形でやってます。まあ、2対1っていう感じですかね。うまいなと思ったのが、フィード投稿で話した内容をリールで噛み砕いて説明すると、同じコンテンツだけども違ったように見えるっていうのもあるし、理解が深まるし、しかもネタを横展開しているので、ネタを考えるのが結構ね楽っていうね。そうですね、どこまで行っても毎日投稿大変だと思うんですよ、うん、内容を薄くせずに毎日投稿を続けていくか、どれだけ見てくる方を楽しませるかっていうのはすごく重要なポイントかなと思ってます。インスタライブとかもされているということで、どれぐらいの頻度でされていらっしゃいますか？火曜と土曜日の夜にやってますので、週2回ですね。それ以外にモデリングしてる方が僕はいるんですけれども、そのモデリングしてる方が1日3回とかやったりするんですね。自分の病院に行くまでの道すがらやる、昼間ご飯を食べながらやる、夜また自分の講義について語るみたいなことやったりするので、特に休日なんかは2回やったり3回やったりという時もありますね。ライブの中でフォロワーの方々と仲良くなって、そこから今回もご契約につながったっていう感じですかね？そうですね、実際にはフォロワーになってくださって LINE の方に入ってきて、そこでもやり取りが発
成してるんですけれども、実はこのライブ見てましたよとか後から聞くことが多いですね。ですのでライブはお客さんに対してファン化するというかエンゲージメントを高めるということができるいいツールだと思います。そうですよね、井出さんも実際そうですし、うちの保管受講生さんライブを使ってすごい成約率が上がったりとか、ライブを見た後に個別相談で商品がご成約されたりとかすごい多いですので、ちなみにこのインスタライブで特にその台本とかってどのレベルで作り込んでるのかとかもちょっとお伺いできたと思うんですけども、インスタライブは下のメソッドそのままなんですけれども目的があるライブと目的のないライブそれぞれどっちも用意してます。その方に話をすることを2つぐらい決めて、実はこっちに白板があるんですけども、その白板にその2つを書いておいて、それ3つ話をして忘れないようにして、かなりアナログにやってます。目的があるないっていうのは、今日のライブの最後でセミナーとか個別相談に誘導しようとかプレゼント告知しようっていうのは目的があるライブで、特に目的はないけどもフォロワーの人たちとコミュニケーションを取るためだけのライブっていうのをちゃんと分けてされていると。逆に言うと個別相談とかセミナー誘導がある場合とかだと、そのライブの最後の動線から逆算して所々セミナーの話をこの段階でしていこうとかっていうメモ書きをある程度箇条書きでホワイトボードに書いていただいて、まあ、それをチラ見しながら話していただくということですね。次に LINE の登録数って今何人ぐらいいらっしゃいますか？今60弱ですね。すごいですね。 LINE リンクを始めてまだ 2,3 ヶ月ぐらいいたと思うんですけども、リンクを貼り始めてから 5,60 リストで月7桁ってそんな少ない数でこんだけ売れるんですか、びっくりされてる方もいらっしゃると思うんですけども、その秘密っていうのはどういったところにあるんでしょうか？エンゲージメントだと思います。どれだけ見込み顧客さんと密接に話をして皆さんのお困りごとを解決してあげられそうなのかっていうのをお見せするのと、私のお客様ほとんど女性なんですけれども、やっぱり男性と女性で少し違うのが、女性は安心感であるとかプロセスを大切にされる方が非常に多くいらっしゃるので、いきなりこれができますこうなりますってことを伝えるんじゃなくて、一歩一歩ステップバイステップでお伝えする、そういうメッセージをするってことを心がけて、多分その結果がこの人を選んでみようかなと思っていただいた結果につながっているのかなと思います。今井出さんお話聞いて僕もすごい感じたのが、自分の見せ方をちゃんと分かってるなっていうところがすごいなと思って、ターゲットの方が求めている理想像とどういう風に見られたいのかっていうところはちゃんとマッチしてるから、ちゃんとお問い合わせにつながっているというところですね。インスタからセールスの動線ってところなんですけど、インスタから LINE に入ってきて LINE から最終的に個別相談っていう流れになりますでしょうか？おっしゃる通りです。実際にインスタグラムを見てくださって LINE を登録してくださって、 LINE の中で僕はエルステップを組んでるんですけれども、エルステップで自分の情報であるとか、どういう思いでこの仕事を始めたかであるとか、僕が提供できる機能的な部分、こういった情報出せますよ、こういったコンサルできますよっていうところをお伝えします。でその後個別相談のお問い合わせをいただいて、個別にお話をさせていただくという形をとっています。 LINE とセールスで意識しているポイントとかもあれば教えていただきたいなと思うんですが、相手の方の欲しい情報をお渡しするようにしているんですね。こちらのサービスを説明したいというよりも、何に困っていらっしゃって今すぐに解決できることがあったら僕の方からお伝えをして情報を渡して解決してもらう、それで一度個別相談をクローズするようにしています。その後 LINE であるとか DM なんかでその後どうですかってお話をさせていただいて、もしサービスの話をお聞きになりたかったらさせてもらえませんかっていう形でもうワンステップ入れている、そんな形ですかね。ワンクッションあることによっていい意味で売り込まれた感がなくですね、本当に真摯に寄り添って必要な方だけご入学いただければいいと思いますし、ご自身で全然いける場合は別にそのままでっていう形の余裕を持ったスタンスを捉えているってところも成功の秘訣の一個なのかなと思うんですけども、スクールに入って良かったことあれば教えていただけますでしょうか？大きく2つあります。1つ目は北野さんのメソッドがそれぞれの機能ごとにすごく分解されて提供されているので自分の中に取り込みやすかった。もう1つはお客さんの層が私のお客さんの層と女性という大きなところでは一緒ですので、女性がどういった悩みを抱えていらっしゃってこれから人生をどういうふうに変えていこうとされているのかというのを講義制度同士を見て感じることができたんですね。これは北野さんのスクールに入ったからこそ見れるところかなと思います。確かに井出さんの受講生の方と弊社の受講生のお客様の層結構似てたりする部分もあると思うので、そういった部分もすごい勉強になったかなと。最後ですね、今日動画見てくださっている方でこれからちょっと入学検討してるって方もいると思うんですけど、そういった方に向けても何か一言いただければ嬉しいんですが、北野さんのスクールは非常にコンパクトに全てのコンテンツがまとめられているので非常に勉強しがいがあって勉強しやすいです。ですのでどんどんコンテンツサイトであるとか動画を見てご自身のビジネスに入れていかれればと思うんですね。とはいえビジネスの継続というところが大事になりますので、そういったところも北野さんにしっかりサポートしてもらえれば皆さん成功すると思いますので、楽しんで講義入ってこられたらいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。概要欄の方に井出拓郎さんの LINE 公式アカウントのリンクとインスタのリンクも貼らせていただいてますので、こちらからも LINE 登録いただくと井出さんがどういうステップでシナリオを組んでるのかなっていうのも単純に勉強になると思いますし、今だけ限定プレゼントがあるということで、こちらのプレゼントの説明も簡単にお願いいただけますでしょうか？営業に関して言うとセンスだとかこの人だから売れるんじゃないかって思われてるところがすごくあると思うんですけれども、実は営業って海外だとメソッド化されていて、これをやりなさいっていうことがしっかり体系化されてるんですよね。僕は愛知で働いたのでそれを知ってるんです。それを動画と読み物コンテンツにまとめてますので、こちらをお渡ししてます。無料でもらえて、しかも井出さんの LINE の配信どういう風に組んでるのかなっていうのもマーケター目線でも勉強になるということですので、ぜひねこちら LINE 概要欄からね登録してみていただけたら嬉しいなと思います。ということで井出さん本日はいろいろインタビューお時間いただき
ただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡ししています。一つずつ解説していきます。まず一つ目、 LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分、こちらにプレゼンしています。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。三つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらにプレゼンしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍。そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会ご案内させていただいておりますので、今すぐに申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。